つ、もっと気合い入れていこうぜ。龍翔さんと達也さんがいないときに俺らができることはベシュッと練習やることぐらいなんだから。なに、何、本当か。分かった、すぐに東京へ戻る。どうした。病院にいるシンジの意識が戻ったそうだ。シンジが、シンジが目覚めた代わりにタモさん寝ちまったし。まったく、練習にもなりゃしねえよ。さすが先輩の男、9戦9敗、新記録更新中だもんな。でもなんでドラゴンヒートにこんな弱い男がいるんだ。さあな、出場することに意義があるってやつじゃない。うるさいよ。ほら、いつまでも寝てんじゃねえよ。じゃあタモツ先輩、めでたく10連敗したらお祝いでもしましょうね。引退記念ってことで。大丈夫か、ビシッとしろよ。別にいいんだよ、どうせ。Thank you.
咲き上がって、やってらんねえな。
けんじゃねえぞ。行くぞこら。殴ってみろよ。
そ。そこのお兄さん、かっこいいですね。もしかしてモデルか俳優をやってたりしますか？は？なんだてめえ。申し遅れました。決して怪しいものじゃございません。芸能事務所？あなたの精悍なお顔を見てビビッと来ちゃいましたもんで。実は今ハリウッドに紹介する新人男優をちょうど探していたところなんですよ。はあ、バカバカしい。お語ってくれ。お時間は取らせません。ちょっとお話しさせてもらえませんか？この通りです。ほんまにこの通りです。おい、勘弁してくれよ。わかった、話だけ聞くよ。俺の知らねえ顔だ。しかもほんまにって関西弁か。なんか怪しいな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ちょっと待て。すいません。
なるほど、これか。アシュラが密かにカムロ町で儲けている新しいビジネスってのは。ああ、間抜けな連中だったかな。その事務所は氷山の一角ってとこだ。商売できてるってことは、騙されてる人間もそれなりの数はいるはずだ。しかし、悪どいにも程があるぜ。絶対にデビューできるとか言って、レッスン料や登録料の名目で50万を取り、実際はオーディションの情報を与えるだけだろう。なのになんだよ、このシード契約って。パンフレットによると、詳細は弊社ホームページにて記載って書いてあるな。ホームページにはなんだ、細かい字がびっしりだ。なになに、一部のオーディションに関しましては映画会社やレコード会社のプロデューサーがキャスティングを決定します、だってよ。一部のオーディション全部そうだろ。結局オーディションに落ちたらデビューできないってことか。呆れるな。だが分かりにくいが、ホームページで説明している以上は完全に詐欺罪とは言いづらいかもな。ネットのエロページの会員規則みたいなのと同じってことか。騙されるやつは騙されちまうだろうね。しかもヤバい闇金融と裏で握ってて、現金がないやつはそこを紹介して金を借りさせてるらしい。それで気づいた時にはとんでもねえ額になってるって筋書きだ。もしそうなるとどうなるんだよ。まあ最悪、男は臓器売買で南米に売られ、女は体擦り切れるまで風俗漬けって感じだろう。マジで最悪だ。登録料いつになったら返してくれるんや。おお、こら、なんか言え。すみません。まあ待て、お前体は丈夫か。え、はい。ほな旅行でも行ってもらおうか。南米あたり最高やで。チッ、ダチの後輩で役者志望のホストも OS プロダクションの詐欺にあって消息不明らしいんだ。マジか。元締めが捕まるまでは続くのかな。そういえば保つ何やってんだ。またキャバクラかも。ったくしょうがねえな。お前ら他にも OS プロダクションとかスカウト詐欺とかアシュラに関する話を聞いたらすぐ連絡くれ。わかりました。あ、で達也さんはどこへ。この話アシュラが絡んでる以上放っておけねえ。元締めを探し出す。
しまうぞ。久しぶりだな、浮世達也君。君のプロボクサーとしての晴れ姿を楽しみにしていたんだがな。いろいろと事情があってな。早速だが、アシュラが始めたスカウト詐欺の組織 OS プロダクションの元締めのことを知りてんだ。情報料50万だな。てめえ相変わらずじゃねえか。側近がないなら手頃な金融会社を紹介しようか。ただし返せない場合は腎臓か肝臓を頂戴することになるがね。さすがもう情報が入ってるらしいな。まあ今日のところはお代はいらんよ。どうせ近々そいつは君と会うことになっているからね。何？カムロ町で起こってることはどんな些細なことでさえ全て入ってくる。俺の情報入手能力をなめてもらっちゃ困るな。君は今アシラと戦ってるんだろう。関西の地下格闘団体アシュラの八部衆の一人大場翔介、元幕内力士の黒霧山五郎だ。黒霧山？知らねえな。で強かったのか？まあな、ガチンコじゃほぼ負けなしだ。だが金に目がなく、いろいろと悪どいサイドビジネスで儲けていたらしい。サイドビジネス？どういう意味だ？早い話が酒女ギャンブルと道楽の限りを尽くし、あちこちに借金があったらしい。だが金を返せばまた借りて、悪い癖の繰り返し。親方も問題を起こされる前にと病気を理由に無理やり引退させたらしい。そして故郷大阪のクラブの用心棒になり下がった。
どうして今詐欺を？蒼天堀のクラブに出入りするダンサーの卵や夢を叶えるためなら何でもやる若者たちを見て、そのビジネスを思いついたんだろうな。なるほどな。大阪にいた頃からこういう詐欺をやってたわけか。そこでアシュラとも出会った。でよ、できれば今どこにいるかも知りてんだ。さすがにその情報、金をもらうぞ。おい、あれひょっとして。ルリちゃん来てないんですか？連絡なしに遅刻したことはなかったんですが。もしもし、ルリちゃん？タモスくん？どうしたの？こら！お前ルリの知り合いやな。せやったら今すぐに公園まで来んかい！来ないで！あれはひょっとして大場じゃねえか。そうだ。右京達也くん、君はついてるな。そう、あれは大場だ。偶然見つけるとはさすがだな。金はタダでいいだろう。悪いな。今どこだよ、元締めの手がかりは？ああ、誠か。そいつの居場所なら今わかったぜ。な、神室町の公園の、あれいてまうぞ。こら、またんかい、おばさん。あ、お前えらいべっぴんやないか。特別処置を考えとる。よう聞け。今から行っても間に合わんぞ。けどよ、心配するな。この公園でレイプするバカはおらん。ええか、あさってまでに300万円。1円でも足りん時はさっき言うた通りやぞ。分かったな。情けないんだ。僕は一歩も動けなかった。私が悪いの、心配かけちゃって。どうしてお金のこと黙ってたんだよ。だってタモツくんに迷惑かけたくなかったし、それにまさか50万円が300万円になってるなんて。300万？で、さっきあいつに何て言われたの？あさってまでに返さなかったら。大阪の風俗で働くか、それが嫌なら大場の女になれって。大場の野郎。Yes.